絶対だと思う。お茶の水博士、私が作った世界最高のパラボラアンテナ、それにこの設備の数々は必ず星からの通信を捉えてくれるよ。広い宇宙には地球の何十倍も科学の進んだ星があって、他の星の科学者と話を従っていると私は信じておる。なるほど、素晴らしい研究じゃ、モールス博士。もちろん私はその星の優れた科学を教えてもらおうと思っておる。そうすれば地球の科学者という科学者は遊んでおられるからな。なるほどなるほど、それはますます素晴らしい研究じゃ。そうなれば科学省も、それから科学省長官もいらなくなりましょうがな。ねえ、なるほど。モルス博士、アンテナに何か感じてあるよ。どっかの星から電波が受信されたらしい。ありゃ、頼むぞトンツ。こちらパラノイア星、君たちはどこの星か。わ、私地球人のトンツァル、よろしく。パラノイア星と言われたな。あなたの星はどこにあるのですか。パラノイア星は銀河系宇宙の RM 軸56028光年50分の20の位置にある。おおおお、あのパラノイア星、それなら有名な星だ。地球人なら知らない人の他は全部知っています。そうでしたか。我々パラノイア星人はかねてよりどこかの星と科学技術の交換をしたいと望んでいたのです。何をなさりたいのですと。科学技術の交換です。例えば私たちで設計した機械を地球で組み立ててもらう、地球で設計した機械を私たちが組み立てるといったようなことです。これは素晴らしい。それこそ我々の最も望むところです。では早速技術交換の第一回として簡単な機械の設計図を送ります。記録を願います。以上です。記録されたでしょうな。もちろんですとも。今の我々が組み立てるんですな。そうです。出来上がった頃2度目の通信を送ります。では待ってください。それは一体何の機械の設計図なんですか。それは出来上がってのお楽しみ。見たかね、お茶の水博士。あの設計図から判断して、パラノイア星は地球よりはるかに科学力が進んでいる。彼らにうまく持ちかけて、これからパラノイア星の科学をどんどんこっちにいただくのだ。いよいよ科学省がいらなくなる時が来ましたな。ああそうだ、わしが物置小屋に使ってあげてもいいぞ。物置小屋とは何じゃ。物置小屋で悪けりゃガラクタ入れだ。何？モルス博士、モルス博士、あのビデオテープ、タメある、故障ある、さっきの設計図の写真全部消えてしまったよ。どうやら科学省は物置にならずに済みそうじゃ。さあ、アトム、おいとましよ。さあ行こう。待ってくれ博士、そのアトム君の電子頭脳は設計図を覚えているはずだ。そうだろ。そこでそのわしにアトム君を貸してもらうわけにゃいかん。あんな侮辱を受けて承知ができるか。冗談だよ、さっきのは真に受けるやつがあるかい。助けてくれ。わしとてもあの設計図には関心がある。どうじゃアトム、ここは一つモールス博士に協力してあげてくれんかね。それにモールス博士のやることも少々気がかりなのじゃでな。できたか。ええ、でも本当にへんてこな設計図ですね。
アトム君、値打ちのあるものはとかくそんな風に見えるものだよ。さあ、次は組み立てだ。アトム君、もう一頑張り頼むよ。はい。変な機械かな、こりゃ。値打ちあるものをとかくそう見えるもんでしょ、博士。とにかく諸君、パラノイア星からの通信を待とう。動かすだけです。結構。それでは3000万メガボルトの電流を流してください。3000万メガボルトも？するとどうなるのです？流してみてのお楽しみ。あ、もし消えちゃった。流してみてのお楽しみ、全く抵抗しがたい魅力を持つ言葉だわい。これは地球の人類の科学を進歩させる絶対のチャンスなのだ。じゃあお茶の水博士にもいてもらいましょう。僕呼んできます。何がお茶の水だ。私では頼りないとでも言うのか、ロボットめが。でき置きある博士。よし、すぐ作業開始だ。お茶の水博士。アトムじゃないか。どうしたんじゃ。あれは一体何だ。パラノイア星人。わかったかね、地球人。この機械にはこういう働きがあったのだ。素晴らしい。おお、なんと素晴らしい。パラノイア星の科学力ははっきり分かりました。地球の方、この機械の威力はただこれだけではないのだ。そうでしょうとも。ぜひ拝見したい。この機械は他の機械を取り付けて次第に大きく強くなっていくモンスターマシンだ。なんと素晴らしい機械だ。自分で自分を組み立てていくわい。ああ、素晴らしい。まるで素晴らしい。
しょうか。そうだったらどうする。何を。待て、私の研究台でどうする気だ。ウォルシュ博士、わしもあれが地球にとって味方だとは思えん。機械はアトムに壊させ、あの人にはパラノイア星へ帰ってもらうでは。いやあれは地球の科学を導いてくださる、いわば神様だ。バカを言いなさい。研究所を壊され何が神様じゃ。君にはモンスターマシンの素晴らしさがわからんのか。科学省長官としての命令じゃ。壊すんだ。私の財産だ。差し図は受け。裁判に訴えても壊してやる。暴力だ。いかさましい。気違い。やめろ。騒げ騒げ、面白くなるぞ。シャイチュー、対応手続きせんと怪物機械め何をするかわからんわい。何やシャイチュー、あと15箇所も回らんやなな。ああ、何何、モールス博士所有のモンスターマシン取り壊しの件につき。はよはよはよ、わしゃ急ぐんじゃ。そうおっしゃられましても困りますな。こりゃ習慣ですから、して習慣ちゅうものは。じれったいの、まったく。だからお役所仕事は好かれんのじゃよ。あ、博士。アトム、やっと許可が下りたよ。モルス博士に連絡しよう。さっぱり通じんな。博士、モルス博士に何か起こったんじゃないでしょうか。うん、僕行ってきます。切り札がある。熱戦炭鉱前へ。熱戦炭鉱前へ。オーケー。バラして自分に取り付け出した。
おい。わしの車で逃げるんじゃ。頭君は大丈夫ですか？相当に痛んでおるよ。私が間違っていた、本当にすまない。今さら謝ってもらってもしょうがないわい。なあ、お茶の水博士、私はもう一度パラノイア星を呼び出してみようと思うんだ。君はまだ来れんのかね。違うんだよ、そんな目で見ないでくれ、お茶の水博士。確かにモンスターマシンは恐ろしい機械だ。だが地球を征服しようとでも言うのなら、科学の進んだパラノイ星人のことだ。もっとあっさり片付ける方法を取りそうなもんじゃないか。うん、それじゃ君はあの宇宙人が気まぐれであんなことを。多分ね。だから私は他のパラノイア星人と連絡してみたいのだ。なるほど。マシンはただいまハイウェイを越えて都心の方へ向かっております。途中の住宅区域の皆さん、ロボットや機械類が分解されぬよう十分注意してください。臨時ニュースを繰り返します。本日モールス研究所を逃げ出した。うるさいわ。通信装置を壊されなかったのが不幸中の幸いだった。あの宇宙人がパラノイア星に帰るためあるよ、きっと。お、電波を受信したぞ。今の言葉を翻訳するぞ。こちらパラノイア星、我々は地球に対して敵意は持っていない。調査の結果、クルクルは勝手に地球へ行ったと分かった。今からお送りする設計図でウルトラガンを作り、防御スクリーンを壊し、クルクルを保護していただきたい。地球引き取りに行く。今のを聞いたか、トンツー君。設計図受信する保険あるね。というわけです、お茶の水博士、これを見てください。モールス博士、早速ウルトラガンを作ってくれ。わしはアトムの修理を急ぐよ。ついたか、アトム。もう大丈夫ですよ、博士。早速じゃが、アトム、今すぐこれでモンスターマシンを破壊してくれ。モールス博士の作ったパラノイア製の武器、ウルトラガンじゃ。はい、博士。では頼んだぞ、アトム。気をつけてんな。はい、行ってきます。
の音は。これ、クルクル。あ、院長先生。戻れ、クルクル。やだ、助けて。こんなところで悪さをしていたのか。タラの野生から連れ戻しに来たんだ。私はパラノイア星の精神病院の院長です。クルクルは知能指数が200しかないのです。知能指数200は精神薄弱、つまりパラノイア星ではクルクルはパーなのです。パー。いろいろ諸君にご迷惑をおかけしたことと思いますが、頭の足りない者の仕業としてどうか許していただきたい。それでは諸君、ごきげんよう。わしでさえ知能指数138なのに、クルクルはあんなに悪賢くてバカじゃ。我々はパラノイア星人のバカより頭が悪いのか。何がおかしい。むやみやたらに人のものをありがたがって当てにしていたのが間違っていたんだ。これからは自分の力でやり通すよ。我々の知能がパラノイア星人と同じになるまでは。